一生美女道。皆さんおはようございます。一生美女道の時間です。パーソナリティはかやと元のんでお送りします。この番組では自由に楽しくワクワクするような人生を過ごしたい方のための情報をお届けします。そして今日は春休みスペシャル第2弾、テーマは北斗の拳の名言集。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、それではここで1曲お届けします。マイケル・ジャクソンでスリラー。外していいよね、これ。ママ。ママ、これ撮ってもいい？ママ？撮ってもいいじゃん。いいよね。よかった。CD あるから。No。パパが CD 持ってて、それで。なんか映像と一緒に聴いてて、なんか一番スリラーが好き、面白い、すごいなんかインパクトありますよね、子供の時に見ると。もう33分、まだ3分しかやってない。ここで一曲お届けします。マイケル・ジャクソン。スリラーナイト。はい、ちょっと待って、スリラーナイト。無理かな。これランキング名言です。光る小瓶入り、なんか小瓶に第10位から行くじゃん。入ってます？入ってないけど。
じゃあ5位になって今日行く注射打ったみたいねえ、あっちだ自転車になっちゃった結局レイの注射レイ、ああ、ね、はい、では今日もね、先週に引き続き、子供たち春休みなので、ラジオ出演しています、ね、今日かやさん、メインで、ね、フリートークやっていきましょう。お願いします。はい、ではテーマ北斗の拳名言集ね。北斗の拳もずっと見てるよね。ここ去年の10月ぐらいからもう1日 2,3 話ぐらいまとめてね、見てて、うん、全部で何話あったっけ。北斗の拳1話109話くらいまでで、109話、うん、2は101も入れたら、うん、続きだから、うん、130何話くらい。130、そうだね、100、うん、一番最後がアニメの一番最後が160何話とかだね。あ、海王が死ぬところ、うんうん、ところね、すごいよね。そう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 、多分世代なので、すごい昔の映像というか、昔のなんでしょうね、アニメっていう感じはするんだけど、振り返って、そう、子供の時見てた時は殺戮漫画みたいなすごいね、内臓破裂的な敵を倒していくやり方がもうすごいインパクトが強くって、だっけヒデブとかね、結構そういうので覚えている方多いんじゃないかなと思うんですけど、大人になって見てみるとやっぱりそこの、アニメの中に流れるこうテーマというか、こう深いものがあって、でそれを今子どもたちと見ていて、とてもなんて言うんでしょうね、感激したり感動したりするものがあるというとこで、さあ茅さん、はい、北斗の拳名言集、回の中で、あ、じゃあ一番好きなキャラは誰です？
大丈夫。そりゃもう誰？ケン。ケン。あ、そうなんだ。ケン、ケンシロウね。そう。ママは？ね、私は実はレイ。レイ。レイ。あ、レイね。そう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 。そうですね。なんか強さとかそういうのではなくて、優しさとかなんかこう愛的なもの、はい、うん、がなんかこう感じられるキャラクターですね。結構あのネットで探してたりすると、あのキャラクターランキングとかっていうのが結構あって、そうでね、いろんな人それぞれあのそのキャラクターと自分を重ね合わせたりして、あの共感できるみたいな、そういうキャラクターが好きになるのかなと思ったりするんですけど、はい、さあ、はい、お願いします。はい、はい、名言集。じゃあ、あのママはレイが一番好きだって言ってたよね。うんうん。じゃあレイの中で一番好きな言葉って何？レイの中で一番好きな言葉は、うん、最後死ぬ直前、もう体が破壊される直前、うん、ね、ユダと戦って勝って。でその後に、マミヤに言った言葬、女として幸せに生きろ、言葉がかっこよかったなって思います。そっか。じゃあ維新くん、マイクでは質問しますよ。維新くん維新くん自由だね、遊ばないでよ。うん、はい。はい。じゃあ、維新くん。はい。ケン、いるでしょ？うん。一番好きなケンに出てくる人ってあれ？ある。誰？北斗の剣の中で一番好きなのは誰ですか？ユダとか、サウザーとか、ダオもいる。誰がいい？ケンもいるし。パッとかリンでもいいんだよ。じゃあレイ。あ、一緒だ。そっか。ねえ、これ多分知らない人が聞いてる全然よくわからないと思うんだけど。やっぱりシュウがよかった。シュウ。じゃあシュウのどんなところが好きなの？かっこいいの？子供たちに優しいとか？それ？へえ、そっか。シュウは目が見えないんだよね。ねえ、かわいそうだよね。最後は見えてる。ねえ、最後。見えるね。あ、シーもちゃんと見てたね。覚えてるね。覚えてます。うん。だね。じゃあ、かやさんは誰が一番好きでした？悩むな。結構いるから。大でしょう。はい。何？剣かな。剣か。そうだね。だって北斗の剣っていうぐらいだからね、うん、そう、主人公ケン人気あるね。でもケンってさ、あんま喋らないじゃん、なんかあの他のキャラクターいっぱいよく喋るんだけどね、え、もうケンはボソボソみたいな感じだから、ケンの名言って実ははい、一つ言うならん、何でしょう。ケンのケンの彼が面白いところだったら、もうお前はもう犬のようにしか歩けないっていうところそうだね、うん、もうお前はもう死んでいるが第2があの名言といえば、あのケンシロウのね、よく言う言葉、うんうん、そうだね。あと印象に残ってる言葉、はい、どんなキャラクターでもいいんですけど、あります？かやはやれない、そうだな、何でしょう、はい、あのシュウの今より輝こうとする子供たちの光を奪い去ることは許さんっていうところが
いいよねこれね。の、うん、2番に好きなキャラクターがシュウだから、うん、そうだよね、はい、子供たちを守るために、あの悪者から守るために戦ってた、うん、だよね、サーザーに殺されて、うんうん、そうそうそう、かっこいいよねシュウね、うん、こうそれぞれね、この北斗の拳のキャラクターが自分の宿命っていうのを背負っていて、それそうそう、シュウはそれに従って、そう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 、剣もそう、そう生き方がね、なんかかっこいいなーって思う、うん、これ男性だったらもっとなんかあの共感するんじゃないかなって思ったりしますね。さあ、あとはどんなセリフが残ってますか？そうだね、もう一番二番目に嫌いなジャギの、はい、ちょっと面白い、うん、名言、俺の名を言ってみろ、うん、あったね、そう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 、ケンシロウの実は、北斗の拳の継承者、その引き継ぐ人、兄弟4名で争ってて、で一番上がラオウで、その次がトキで、その次3番目がジャギ、今言ったジャギ で最後に末っ子でケンシロウ、うん、で、継承者争いをしてて、まあ、あのケンシロウが決まってケンシロウに決まったっていうところから、まあ、スタートするんだけど、そのトキは反対しなかったけど、ね、ジャギとラオウはもう、うん、そうだね、いやなんかね、ジャギはなんで末っ子の、うん、なんで一番下のって文句言ってた、うん、うん、ね、ジャギでもジャギ忘れられてるよね、北斗三兄弟って言われちゃったりしてね、そうもう弱すぎて弱すぎて自分をケンシロウだと名乗ってる、うん、もうそうね、これもでも宿命なんだろうね、ジャギっていうそういう人が兄弟にいたっていうことが、すごい、そういうのもちょっと考えながら見てるとね、深いものがありますね、うん、さてあとは、なん、うん、そうだね、印象に残ってるセリフ、あ、名言、うん、ママ、うん、そうですね、私はもうやっぱり最後のラオウの死に様です、死に様の、はい、我が生涯に一片の悔いなしと言って自分で死んでいくっていう最後のシーンがとっても印象的ですね。はい、うん、じゃあ質問していいですか？はい、はい一瞬も後で質問するよね。じゃあサウザーの中で一番心に残っている言葉、うん、教えてください。サウザーはね、愛ゆえに人は苦しむのだっていうやつかな。そっか、そうそう、愛を捨ててしまったけど最後ケンシロウと、そうそうそう、戦って、ケンシロウとの出会いで、うん、なんでそんなに愛することができるんだみたいなね、うん、だけど、あ、そうそうそう、それサウザーとケンシロウが最後戦って、ケンシロウがサウザーを倒した後に、愛深きゆえに苦しむって言って、はい、サウザーに対して言ったケンシロウの言葉も残ってるな。彼、うん、がサウザーの中で好きなのは、うん、なんか粘り強いというか、うん、なんか負けず嫌いみたいで、うん、なんか光の媚びぬ顧みぬっていうところがなんかずっと強いなって思って、うん、ね、残ってる。そうだよね、うん、帝王だからね、うん、そう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 、そういうなんだろうな、負けられない宿命を背負っているっていうのがあって、ありましたね。はい、他にはそうだね、うん、シン、シン、シン、うん、シンの中で一番好きな言葉は何でしょう？シンの中でユリアね、ユリア、ユリアって言ってる言葉面白い。そうそうね、ユリア大好きだもんね。
さあ、維新くん。はい。はい、維新くん。維新くんも、あの、椅子で、暴れてますね。どっか行って、行ってしまいましたね。はい、質問していいですか、維新くん。うん。ダメですか。はーい。じゃあ、一応聞いておこうか。あのね、シーン覚えてるでしょ、うん、その中で一番好きな言葉は、うん、覚えてないか、うん、はい、じゃあそうだね、真空はね、ちょっと外して、うん、ちょっと行きましょうか、うん、はい、うん、では、はい、何でしょう、ユダ、うん、ユダはあんまり言葉ないね、印象残ってないな、うん、ユダはね、あのレイが好きだったんだよね。ねえ、もう見た世界一自分が強くて美しいって思ってたけど、うん、レイと会って見とれてしまって、うん、うん、そうだね、技の美しさに見とれてしまって最後はそのレイに倒されるという宿命だったよね、うん、そっか、うん、じゃあどうしようか、あれレイの絵画を持っている名言は、うんうんうん、あ、違う、ユダだ、ユダだ、ユダ、ユダ、うん、せめてレイにね、言うとき、せめてお前の胸の中で死にたいって言ったところが、うん、そうだね、あれは衝撃だったね、ね、うんうん、そうありましたね、印象的でしたね。他にじゃあセリフじゃなくても印象的ななんかシーン場面はどんな場面でした？場面残って好きな場面、うん、そうか、あ、もう第1位、第1位、第1位ですか、うーん、それは、うん、あの最後に、うん、カヨが剣に倒されて、うん、ヒョウとなんか仲良くなる場面というか、うん、カヨがね、なんか、うん、優しくなる感じというか、そういう感じのところが、うん、あ、なるほどね、よく残っている、一番最後ね、そう、カヨは心を捨てた怪物、うんうん、だけど最後ケンシロウと戦って、だからケンシロウは戦うことで人を、うーん、優しくするみたいな、そう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 、愛を吹き込むみたいなね、それでもうなんか優しくなっちゃうみたいなね、うん、みんな戦ってやられるんだけど最後はあのちょっと優しくなる、そう、本当の自分を取り戻すみたいなね、ありがとうケンシロウみたいな、そう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 、それがすごいよね、うん、最後だから北斗の拳はやっぱりテーマがあるんだよね、何でしょう、ズバリ剣のテーマ、北斗の剣のテーマ、剣の中にあるカヤが思うのは平和にやってほしいとか、あるとかしないでみんなと仲良くしてみたいな感じかなと思う、そうだ、ママは、うん、同じですねもうやっぱり流れるものは愛、すいません、今長男が、維新が暴走しております、はい、はい、ではね、もう今日終わりの時間が来てしまいました、うん、来てしまいました、またこれあの北斗の拳の続き、できればしたいと思っています、機会を設けてやりたいと思ってます、はい、はい、それではこの時間のお相手はかやともとのんと今暴走中の維新くんでした、はい、はい、また来週の9時半にお会いしましょう。さよなら。